えとそれでは時間になりましたので、えー、2024年度大学院理工学部説明会を始めます、えー。本日はご参加いただきましてありがとうございます。えー、本日はあの開催中と開催後にあのアンケートのフォームをお送りしますので、えー、ご回答にご協力をお願いします。えー、とまた、えー、本日の説明会の様子は、えー、と後日、えー、群馬大学 YouTube 公式チャンネルに アーカイブ動画を公開予定です。それでは最初に理工学部紹介として大学院教務委員長の武田先生からお願いします。はい、えっ、ー、とお教務委員長の武田です。えー、今日はあのたくさんのことがあるのでちょっとあのサクサク私からはいきますが、えっ、ー、と一番あのここでえっ、ー、と皆さんにお伝えしなきゃいけないのはですね、えっ、ー、とおお。お 大学院があの改組されるということで、えー、とちょっとあの皆さんはあの受験のやり方とかもいろいろ変わります。あの先輩たちとはですね、それでどういうふうに大学院がなるかというと、えー、とお今皆さんがいる学部のプログラムの上にそのまま、えー、とお大学院のプログラムがつくと。応用科学 プログラムの学部にいる人は、えっと、もし、えっ、ー、と、研究室と変わらないのでいれば、応用科学プログラムの大学院に進学するために、その入試を受ける。材料科学プログラムの人は、あの、同じ研究室で、えっ、ー、と、続けるのであれば、そのまま材料科学プログラムの大学院に進学して、えー、入学のために、えっ、ー、と、その試験を受けるということになります。 で実際にどういう試験になるか、どんな科目があの試験に出るかということについては、来週、入試要項が公開されますので、えーと、大学のホームページに公開されますので、それを見てください。でえー、と推薦入試を受ける人は、もうすでにあの出願していると思いますが、7月1日に推薦入試があります。えー、一般入試の方は、8月23日に入試がありますので、十分準備してください。 えっと、どういう、あの、人が、あの、修士課程の学位を取れるかというのは、えっ、ー、と、こんなふうに、えっ、ー、と、公開されておりまして、えっ、ー、と、例えば、専門的な知識を持っている人とか、えっ、ー、と、社会に貢献できる人とか、ちゃんとコミュニケーション能力がある人とか、そんな感じです。えー、それ以外によくご存知だと思いますが、博士論文を書いてもらわなきゃいけます。いけなくて、 えーとそのがははは、えー、論文に、えー、要求されることは、ですね、えー、ここにありますようにあの、きちんと研究結果を再現できるようなあ具体的な情報が入っていることとか、えー、結果と整合性説得力の,のあるような結論が導かれていることとか、そういうことが求められます。で、えー、とそれ以外に、ですね収支の人は学会発表が必須になります。 それから、えっ、ー、と、博士論文の場合には、査読付きの学術誌に公表されることが必要ですので、えー、よく、あの、担当の指導教員の先生、あるいは大学院教務員の先生と、あの、相談して、えっ、ー、と、きちんと、あの、進学後は、あの、卒業できるように、終了できるように、えー、しかってほしいと思います。 あの大学院に行った方がいいかどうかっていうことについては、いろいろ意見があると思うんですけれども、こんなふうに収入、収入っていう観点から見ても違うよ。特に、えっと、博士課程につきましては、もし、その海外の企業とか、グループとかとおーおー仕事を一緒にするっていうことになれば、 えーと世界っていうのは皆さんが思っているよりずっと階級社会なので、えー、博士が思っているかどうかで全くあの扱いが変わります。それから群馬大学、あるいはそれ以外のところから、あのこんなような博士課程に進んだ後での支援がいろいろあるのですが、えー、と詳細はまたあの問い合わせてください。今日この後あの文創発的博士人材 インダクションプログラムという新しいプログラムについての説明があるので、それも聞いてほしいと思います。えー、それから、あの、今は国がですね、企業に、えっ、ー、と、いろんな、あの、博士課程を卒業した人を採用してくださいということを進めるようない,いろんな、あの、取り組みが進められています。で、えっ、ー、と、今日はあのいろんな説明がありますが、あの、おおおおいろいろ、あの、 話を聞いて、大学院進学について、あの、けお十分考えてほしいと思います、えーと。私からはですね、この試験のことですね、これがあの公開になるので、えー、それを見てくださいということが、あの、一番のお知らせです。私からは以上になります。私の方からは、群馬大学大学院大学生による体験発表として、 えーと博士後期課程2年、有機高分子化学研究室の松原から、えー、と皆様に、えー、と私の今までの、えー、と経験や、えーとえーと、そうですね、体験を発表させていただきます。まず初めに簡単に自己紹介の方をさせていただこうと思います。えー、と私の名前は、えーと、先ほども申した通り、松原紀保という名前です。 出身は群馬県伊勢崎市で、えっ、ー、と、群馬、ネイティブ群馬として育ってきました。出身高校は、えっ、ー、と、キ,キャンパスからも近い名称学園樹徳高等学校と呼ばれる場所です。ちょうど桐生駅を挟んだ向かい側にある、えっ、ー、と、高校になっています。現在の所属は物質生命理工学領域の博士後期課程2年生の有機高分子科学研究室と呼ばれる研究室に所属しています。 えと多大学から、えー、と来たわけではなくて、えーと、学部の4年生の時からこちらの研究室に所属して研究をしています。でえーとそうですね、今回、あんまり多くは書かなかったんですけれども、現在の研究テーマとしては、計算科学と呼ばれるコンピューターを使って化学反応をシミュレーションする研究と、えー、と実際に材料合成。と私たちが えーと私が使っているのはポリエチレンといった高分子材料になるんですけれども、そちらの合成を組み合わせて、新しい機能性材料を作ろうという研究を進めています。とえー、と早速、えーと、じゃあ私が学部時代にどんな経験をしてきたかっていうのを簡単に説明していこうと思います。えー、と皆様の大部分がプログラムになったこともあって、えー、と私はその えと回想前なので、ちょっと話が違うところもあるかもしれないんですけれども、そこはご了承ください。ととそうですね、私、1年から3年時の間は、えーと、やっぱり皆さん、まあ、もう経験がある通り、講義や学生実験が中心の生活を行ってきました。と実際に座学で勉強したり、えーと、それでテストを迎えたり、あとは、えー、と学生実験とレポートを頑張ったりといった生活が中心でした。 学校以外の生活としてはここには書かなかったんですけどアルバイトを頑張ったり課外活動をしたりとかもしていましたそれが4年生に入ってからは座学が中心になるだけではなく研究室に配属されたということもあって実際にその研究室で行っている研究を中心に行う生活をやってきましたただ私の時にはちょうどコロナのパンデミックが始まってきて た時期にもなったので、あまり研究が行えない、そういった現状もありました。それにプラスして、えー、っとやっぱりちょっと制限のある中での研究になったので、今の研究をもっと,、えー、っと探求してみたい。1年もなかったかな、実際に研究できたのは1年もなかったんですけれども、えっと、それよりももうちょっと長く研究の深掘りをしたいなっていうのを考えたり。 あとは、やっぱり、えっと、皆様、いろんな先生方や、えっ、ー、と、人たちから話を聞くと、科学系の研究職へ就職するには、やっぱり修士に卒業修士まで行った方がいいっていう話を聞いていたりしたので、えっ、ー、と、したり、あとは、コロナの影響もあって、学会、研究会といった、そういったシンポジウムなんかは、ほとんど行われなかった、えっ、ー、と、時期でもあったので、こういったものに参加してみたいという気持ちがあって、えっ、ー、と、実際に、 すませんと修士課程の進学を決意しましまたと群馬大学の場合ですと修士に行きたいっていう方結構多くてもう 70%50% くらい半分ぐらい、えー、と私の体感だと友達も結構進学するって言っていたのでもうほぼほぼ皆さん、えー、と修士まで行くっていう気持ちもあって結構あの行きやすい進学しやすい環境なのかなっていうのも感じました。 まあ、えっと、ちょっとここにデメリットとして書いたんですけど、やっぱり、あの、友達の中には、えっと、学部で卒業して、えっと、もう社会に出るっていうのを決めた子もいて、その子なんかに聞いてみると、やっぱり、もう今すぐ働きたいっていう子がいたり、あとは、えっと、ちょっと学費の面からして、ちょっと考慮しようか、えっと、今回はやめようかなっていうふうに、一回会社に勤めたいって言ってた子もいたかなっていう。えっと、あんまり私はもう結構進学しようっていうのを、 えっと、大学に入学したときから考えていたので、この辺ちょっとわからないところもあるんですけど、そういった面もあるのかなってい思います。で、えっ、ー、と、ここからは実際に修士課程の方に進学してみて、えっ、ー、と、大変だったことと良かったこと、まあ、楽しかったことなんかを少し紹介したいなと思います。えー、とまず初めに修士課程に、えー、と進学して大変だったこと、えっ、ー、と、1個あげるとしたら、 ここに書いてある通り、たくさんの活動があります。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、やりたかった学会発表や、えっ、ー、と、今度は、えっ、ー、と、それにプラスして、就職活動なんかも、えっ、ー、と、1年生の時から早速、進学してからすぐに入ってきます。で、プラスして、えっ、ー、と、まだちょっと講義が残っていたり、あとは、今度、学生実験の TA をやる機会なんかも、えっ、ー、と、増えてきたりする。そうすると、結構、学生実験分の時間が取られてしまう。 それにプラスして研究室の後輩への指導が増えてきたり、あとは自身の研究内容がより高度化してくる、えー、とそうですね、より深掘りしたり、あとは枝分かれして、新しいことに挑戦してみようとなってきたり、えーと、そういった面も出てきたところがちょっと大変だったかなというふうに考えていますそうですねあの、研究をしていく以外にも、えーと、こういったものが増えてくるので、 えっと、研究以外にもやることがちょっと増えてきて、スケジューリング自己管理、えっ、ー、と、こう吸っていくのがすごい、なんですか。自立心を持ってやっていくのが、えーと、すごい難しかったなっていうふうに今思い返しても、えっ、ー、と、あり、えっ、ー、と、大変だったこととしてはあります。一方で、楽しかったこと、えっ、ー、と、良かった点に関して、えっ、ー、と、これも、えー、こっちの方が私は結構多くあって、 まず一つ目が自分の研究内容を学会と、えっ、ー、と、論文という形にして発表できたことがあります。とこれは目に見えて自分の頑張りを、えー、と人に伝える機会が生まれたり、あとは論文として形に残ると。私の研究室では先生が紙ずりにして印刷してくださったんですけれども、なんかやっぱりこう冊子になっているものを手に取るとすごい う嬉しさが込み上げてきたのを、えー、と今でも覚えています。でもう一つ良、えー、かったこと、楽しかったこととしては、さまざまな先生や学生と知り合えたことになります。えー、とこのあともうちょっと,、えー、と説明するんですけれども、えーと、終始までいくと、いろいろな大学や研究所、会社と,、えー、と共同研究をしたりする機会も増えてくると思います。そそしていくとの、えー、の相手の えーと大学や研究所の方に出張して共同研究したりという機会も増えてきて、そこで、えーと自分えー、と群馬大学以外の大学生の皆様や、えー、と研究所の先生,、えー、と先生方と出会う機会が生まれて、えー、とコミュニケーション取ったり、えーと、友達になったりすることができたのがすごい良かったかなと思います。えー、と逆に研究室の方に留学生という形で来てくれる学生さんもいて、 この2人なんかは台湾からとフランスから来てくださった学生さんなんですけど、そういった、えっ、ー、と、すごいグローバルな活動もできるようになってきたのが、えっ、ー、と、やってみて楽しかったことだなっていうふうに、今でも覚えてます。で、えっ、ー、と、ちょっとした紹介になるんですけれども、えっ、ー、と、私はやっぱり、修士に行ってから、こういった出張なんかをする、えっ、ー、と、国内留学をする機会が増えてきて、 えっと、中心的に行っていたのが、この三大学になります。一つが北海道大学の WPI エクレットと呼ばれる研究,研究所になるのかな研究所になっていて、ここでは私は3週間と,、えー、と3ヶ月間の2回、えー、と2年にかかって3 2回行くことができて、ここで行われている計算科学のシミュレーションの方法、 新しい化学反応を開発する手法を、えー、と習得する留学に行けたりしました。そこでは、えー、とこの WPI-ICRED の拠点長を務められている前田聡教授や、えー、と実際にその使っている計算プログラムの開発に携わっている原淵先生や、えー、と実験なんかを中心に行っているリーダーである、えー、と三田剛先生と林先生、 なんかと知り合うことができて、えーと、一緒にディスカッションしたり、実際にその場で実験や計算をすることができましたと。また、この下の2つの阪南大学と福岡工業大学の松田先生と高橋先生からは、今、機械学習の手法を学んだりしてきました。とこれはあの研究室の共同研究で行っているんですけれども、えーと、それぞれ2人の先生から、えーと 松田先生からは新しいこうアルゴリズムなんかを教わったりしたり、高橋先生からは実際に機械学習に使われているえとランダムフォレストとかといった、そういう、もうあの、あれですね、えっと、アルゴリズムの習得を教えてもらったり、実際にプログラミングする方法なんかを教えてもらったりしてきたりしています。で、えっと、 今度は、えっ、ー、と、そうした中でなんで博士に進学しようと思ったのかに関してなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、こうやってたくさんの経験をしていく中で、研究と両立していろいろなことを行ってきたんですけれども、研究面に着目してみると、できることが、えっ、ー、と、どんどん増えていく。まあ、実際に自分の技能なんかが上がってきたりすると、できることがいっぱい増えていくと、今度自分で新しくやってみたいことも増えてくる。 だけど、えっ、ー、と、こういったものを両立してやっていくのはすごく難しくて、もっと時間が欲しいなっていうふうに思うように私はなりました。そこで、えっ、ー、と、実際に、えっ、ー、と、ここになってきて、えっ、ー、と、この壁にぶつかってから私は、あと、もう少し、えっ、ー、と、博士課程進学して研究してみようかなっていうふうに考えるようになりました。 ただ、えっと、修士に進学するのとは違って、博士課程に進学する人はやっぱりまだ数が少なくて、私自身、えっと、心配や不安だったこと、今まで、その終始に進学するときよりすごく多くありました。まあ、代表的、まあ自分が一番悩んだこと、3つ挙げるとしたらこれかなと思って、ここには書いているんですけど、1つは社会経験が不足すること。やっぱり、同期がもう修士卒で出てって会社に勤めるっていう人がほぼ、 全員だったので、えー、とそこに行くと、やっぱりあのもう今でもあったりするんですけど、会話が合わなかったりとか、えっ、ー、と、することも結構あります。あとは、えっ、ー、と、就職、博士に行って、ド,ドクターにを取ってから就職する,するってなったとしても、えーと、会社は取ってくれるのかなっていうのが不安になったりしました。あともう一つは経済的な問題。やっぱりあのプラ えっと、終始、家庭の2年分に合わせて、少なくとも、えっ、ー、と、3年はかかるっていうのを考えると、やっぱり多くかかってくるのと、私は実家に住んでるんですけど、それでも生活費が出てきてしまうっていう、ちょっと親に負担をかけるっていうのは少し、えっ、ー、と、心苦しかったので、えー、こととして挙げられます。で、あと、最後に、今後の研究生活っていうふうに書いたんですけど、 やっぱりドクターになってくると、これまで以上に専門性や自立心が問われてくると思っています。えっ、ー、と、今でもそれを実感しています。やっぱりあの、先生から与えられたテーマをやるだけじゃなくて、自分でこういうことをやってみたいっていうのを考えて、実際に手を動かしてやってみたりして、で、えっと、一つの論文にする、論文や学会発表っていう目標に向けてまとめていくっていうのを、えっと、一人でできるようにならなくてはいけないので、 それが本当にできるかどうかなっていうのはすごい心配だったりしました。あとはここに書いているのが、えっ、ー、と、まあ論文を書くってなった時に、やっぱりその量や、えー、と研究費を申請にする申請書などを書くっていうのに時間が、えー、と取られるっていうのはちょっと先生からも聞いていたので、えーと、そういったものと向き合っていけるかなっていうのがちょっと心配なこととしてありました。 でまず1つ目の、えー、と社会経験の不足、これに関して、まあ、私が、えー、とあれですね、なんとか大丈夫かなっていう思うようになった理由としては、えーと、やっぱり修士の時に国内留学で行ったと時に知り合った学生さんの中には、続退に行くっていう人も結構いたので、そういった人たちとコミュニケーションを取っていけば、えーと、そんなに孤独感なんかがなく、やっていけるのかなっていうふうに。 思思って思いました2つ目の経済的な問題に関してなんですけど、今は、博士家庭支援制度っていうのがすごく充実してきていて、この後あの説明があると思うんですけれども、NEXTZIP っていった、えー、支援制度を利用したり、他の奨学金や助成金などを応募するしていくことで、えーと、こういったものを活用していけば、問題はクリアできるのかなっていうふうに、えー、思います。 最後なんですけれども、えーとまあ、研究がやっぱり、えー、と大変だっていうのはあるんですけれどもそこを、えー、と今まで以上に先生と綿密にディスカッションしたり話したりすることで、えー、と自分の中で理解を深めたりまたさらに勉強したりっていうのでうまく頑張っていこうかなっていうふうに思うようになりました。 で、えっと、最後になるんですけど、実際に博士課程に進学してみてよかった、えっと、苦戦してることとしては、えっと、やっぱりあの、現代社会との認知の差、えっと、まだ親と話していても私の、なんか、えっと、親、私の親も、えっと、大学院の博士って何するのっていう、まだ理解してもらってない部分があったりして、社会に出て話してみたときに、えっと、今自分がいるっていうところ、立場が理解されないっていうのは少し、ちょっとあの、 あの悲しいいなととうことであります逆に進学してよかったと思う点としては、多角的な能力の向上、えっと、先ほども説明した通り、自分一人でこの流れをクリアしていくっていうのができるようになってきてるっていうのは、すごく、えっと、進学してよかったなっていうふうに感じてます。また、えっと、逆に研究、いろんなことを研究してみていいよっていうふうに言われているのですごい自由度が高くて、自分が思い立ったことをすぐ試せるっていう環境。 は、は、えっと、博士に進学しててからならではななでのだと思っていますで最後になるんですけれども、実際に、えっと、博士に進学したからできたこととして、私はよく、えっと、海外留学が一個大きな点としてあるんじゃないかなと思っています。で上は、えっと、実はあの昨年の12月から3月までアメリカのカーネギ・メロン大学の方に留学していて、えっと 実際にもうあの留学っていうのを体験してきたりしています。で、えっと、下に書いてあるのが実は今年の9月から来年の2月まで今度ドイツの方に留学に行く予定です。上のカネギメロン大学のヒュン先生は、えっと、私の指導教員の先生の、えっと、知り合いの先生にお願いして、えっと、共同研究という形で迎え入れてもらったり、 ているんですけど、下のあの、ベンジャミン・リスト先生やフランク・ネイズ先生は、私が実際に、えっ、ー、と、学会や、えっ、ー、と、国内留学で訪れた時にお会いした先生で、自分で声をかけて、えっ、ー、と、この留学を決めることができました。こういった経験ができるのも、えっ、ー、と、博士ならではなのだと思っています。最後になるんですけれども、えっ、ー、と、自分にとって悔いのない選択を、えっ、ー、と、して、皆さん決めてもらったらいいと思います。 やったときは先輩や先生方に相談してたりしてえっ、ー、といろいろ自分の最後の選択を決めてみてください発表は以上ですはい、えー、日系企業人材育成のための知能制御教育プログラムの紹介をしたいと思います。 おそらくですけども、ここに参加している、えー、大部分の方々は、あのもしかしたらというか関係ないことかもしれませんけども、えっ、ー、と、理工学区内でこのような、えー、とことが行われているということを紹介し,、えー、したいと思います。残り4、3分ぐらいですけども、ざっと説明したいと思います。えっ、ー、と、この 特別プログラムなんですけども文部科学省の国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムに採択されたことに伴いまして、えー、と活動を始めました、えー、で残念ながら今、えー、と今年はあの国費留学生はあの,の枠がゼロだったということであの、えー、悔しい思いをしていますが、えー、とまた今年 来年のための国費留学生を獲得しようということであの活動を続けておりますそれであのよく聞くその博士に行くと就職先がない、えー、とうちの研究室実はあの私が指導してるだけで14名ぐらい博士後期課程の学生がいるんです就職でそんなに苦労したっていう学生いません であの要はあのきちんと自分がやるべきことをやる、やるべきことっていうのは研究です、研究であとは学会に行っていろんな方とのコミュニケーションをしっかり取れるようになる、えー、そんなことがあの要は博士、えー、のための就職活動であったりします、研究しっかりやる、これしかありません。で なぜそういうなんだろう実際の、うん、と現実と噂あのすごく乖離があります、えー、と想像でお話ししてる人が多分いますであのそれをきちんと確認するそれがあの研究者最初にやることですだから噂は私は基本的には信じない あのか確認取れるまではあそういう話もあるのねぐらいなことでやっています。でこの特別プログラムのあのはすごくあのなんだろうスパルタンなあのことを考えてて、えー、とまず日本語できます英語できます、えー、でレベルの高いとこに発表しましょうというようなことで呼吸、えー、留学生今。えーと かっこけで8人なんですけどあの、昨年まで8人取ってました。私費留学生8人、日本人学生8人。で、やることは制御と,、えー、と人工知能です。で、えっ、ー、と、目標としてが多分一番分かりやすいと思いますけども、日本語能力試験、えー、と留学生 N1 合格で、日本語検定っていうのがあります。えー、日本人が受ける学生は2級合格、国際会議発表は当たり前ですこ。国際コミュニケーション1または2を習得する。 CFR の、えー、レベルを B2 レベル、日本人学生は B2 レベル、結構高いです。GPA は最低でも2.3は必要でしょうとで、えー。サイエンスサイテンションインデックスでインデックスされている論文,のうち論文掲載するあの。これは就職活動のために当たり前のことです。で、えー、言語だけじゃなくて研究能力も高く。で、あのそのために。 あのいろんな先生方のディスカッションというのが求められてますので、えー、とかなり鍛えられます。で、あのー、今やるべきことを一生懸命やってると博士校期間というのはあっという間です。本当に時間が足りないぐらいです。えー、とで海外ので働こうと思ったらうんなんで学位持ってないっていうような感じです。日本の企業と海外の企業とあのなんかお話しします。 日本からは大体、修士課程の人が出ます、海外からは博士課程、ドクターを持っている人たちが出ます、対等な会議ってできるでしょうかというようなことも考え、国際化、日本、どんどん進んでいます、今のまま、修士課程のままでいいんでしょうかということで、私のお話を終わりにしたいと思います。えー、以上でごござざいいまますありがとうございました 高度人材育成センターの本島です、えー、とここにいらっしゃってる学生の皆さん、ここの高度人材育成センターとてのは、まだあんまり知らない方もご存知多いかもしれませんので、そこの紹介からさせていただきます。これは役所 H R、略称 HRCC ・フューマン・リソース・カルキュレーション・センターといいまして、えー、この桐生キャンパスのちょうどあの本町通りの反対側の向こう側に立っている、山岳連携機構の一番北側の建物の中にある組織となっております。 でこれは、えー、平成28年に、まあ、あの設立された機関なんですけれども、やってることは、えー、ドクターの学生の支援、それからドクター終わった後の学生の支援、就業力の要請という形でやってる組織となっってておりますその2つにターゲットを絞ってやっております。 で実際にあのドクターコースの学生の皆さんはこういったあの科目をすでにあの、ね、履修している、取っているっていうのが人が多いかと思いますけれども、このような科目の提供をまずドクターコースの学生の皆さんにさせてもらっております。それから経済的な支援としましては、産学連携リサーチアシスタント、これはドクターコースの学生をこちらのセンターの方で採用しまして、それで、共同研究を,、えー、を通じて、経済的な支援をするということが一つです。 それからもう一つはあの、卒業しちゃったんだけれども、あのまだ就職先が決まってない、そういった学生をこちらの非常勤研究員と採用して採用しまして、ポストドクターとして採用して、チャリアの開発を行う、こういったような活動を行っている組織となっております。ですなわち、このように2つのことをメインでやっております。でまずはじめに、あの博士後期課程向けの山学連携リサーチアシスタントですけれども、 まあこれ大体年間12名程度の採用を行っておりますでこれはの理,工学部理工学部の方でもあのリサーチアシスタントの採用をやってまして、まあ、10名程度ですが、まあ、年間20万円程度の経済的な支援になりますけれどもこちらの,あの,連あの高度人材育成センターの方でやっている3学連携リサーチアシスタントでは大体年間40万円ほどの経済的な支援を行うということでやっております。 でこれをやることによりまして、共、ま、同、ああまあ、研究をやることによりまして、それを業務とみなして経済的な支援を行っております。それからもう1つ、ポストドクターに関してです。でこれはドクターコースでいるうちに、まあ、研究熱心にやってて、まああのまあ、残念ながら、ドクター終わった後にちょっとにまだ就職が決まってないというような学生を救済する制度となっております。 でこちらの研究員としまして、非常勤研究員として採用しまして、月額約15万円ほどの給料を支払いながら、まあ、社会人としての就業力を要請して、まあ、就職につなげるということをやっておりますで。すなわちあの、給料を給料をもらいながら、いろいろとの就業力を要請を受けて、それでも就職ができる、要するに自分の就職活動をやっているだけでお給料がもらえるというシステムとなっています。 まあこのような2つの点で支援を行っておりますので、まあ、あのドクターコースの学生さん、あのマスターコースあるいは学部の学生が、ドクターに進学しない理由の2つが2つありまして、 1一つはあのドクターの3年間、結構経済的に結構大変心配であるということ、それから専門性が高くなっちゃうとかえって就職ができないんじゃないか、そんなような不安を持つ学生がありますけれども、このような2つのサポート体制によりまして、そういった不安を取り除いて、皆さんに大いにドクターコースに進学してもらおうということでやっている組織となっております。 で実際現在、あのまあ、私のセンター長、元島でが応接使ってますけども、あの本業の方は理工学部の電子情報部門の方でして、こっちが本業です、それから副センター長で兼コーディネーターでタウルさんという方がおりまして、この方が就業力の要請の専門家ですので、この方があのまあワンツーマンで就業力を要請してくださいます。で今年度の実績ですけども、えー、実はあの今年の4月採用で募集をしてたんですけれども、残念ながら応募がなくてですね、 さらに10月採用の追加募集を来,月の来週の6月3日から始める予定となっておりますので、10月採用を希望する方はぜひ応募してみてください。ただし、留学生は日本語能力が N1 以上を持っていることが望ましいというふうになっております。 それからドクターコースの学生の皆さんに、産学連携リサイタアシスタントというのを提供してますけども、こちらはすでに今年の4月で10名ほど採用を行っております。でただ、まだもうちょっと若干、ね、余裕がありますので、追加の募集をやはり来週の6月3日から行う予定となっておりますので、えー、希望がある人はぜひとも応募してください。 まあ詳細につきましてはこちらのメールアドレスの方にご連絡いただければいろいろとご説明とあるいは質問に答えることができるかと思います。えー、以上です。はいえっ、ー、とそれではあのリコレギュラテューサイエンス学館について説明させていただきます。えっ、ー、と実はリコレギュラテューサイエンス学館っていうのは新しい大学院でして。 えっと、2024年4月に、あの、から、あの、すでに、えー、開校されておりまして、あの、すでに先輩が第1期生が入っておるということでございます。で、これは、あの、おまあ、実は、えっ、ー、と、理工学部と、それからあ、まあ、医学系研究科、まあそ、そちらからということなんですけれども、ええー、まあ、ある意味ではあの、理工学部に新しい大学院ができたと考えていただければと思います。で、えー、どういうことを勉強するかということなんですけれども、 あの基本的にはまずですね、入り工と、レギュラトとリーサイエンスというのが主なキーワードになります。え基本的には入り工学ということと、それからレギュラトリリサイエンスということでえ勉強していきます。レギュラトとリーサイエンスってあの聞きならない言葉かと思うんですが、これはあの新しい技術を社会実装するためには、実はいろいろな数字を決めなきゃいけないんですね。で、その数字を決めるのに根拠を持って決めなきゃいけないわけなんですけれども、一体それなどうやってその根拠を決めるんだということになります。えそのためには、えあの基本的な基礎的な研究、あの学問も、 やらなきゃいけないことと同時に、社会的なニーズも考えなきゃいけないと、それをフォーカス的に考える、そういう学問がリギュラーとリサイエンスです。で 一番分かりやすいのは、実はですね、重子線治療というのは、あの、そういうことを考えた学問なんですね。で、じゃあこれ、医学だけかと言いますと、実はそれ、よく考えてみると、原子力なんかもそうですね、新しい技術を実際に作るときにいろんな問題がある。放射線の専用の、あの、基準なんかどうしようか。あるいは自動車作る場合も同じことがあるかと思うんですけれども、工学全般に実はこれから必要とされる学問であるということになります。で、一番分かりやすいのが、その重子線の医学物理が非常にこう具体例として分かりやすいので、まず、 これを学んでいただこうというところが考え方です。で、基礎的な学問も学ばなきゃいけないので、生命科学から医療及び理工学のその学際的な領域の研究、それから教育を行います。で、まあ、リーダーシップが発揮できるような高度職業児を育成すると。そういう大学になっています。で、あの、ま、あの、要は皆さん、 あの理工学部に新しい大学院ができたというふうに申し上げているんですけれども、皆さんは理工学部に進学するか、あるいは理工・リキュラティブ・サイエンス学科に進学するか選ぶことができるということになります。で、えー、まあ、あの、どういう、まず学位なんですけれども、まずは修士課程が今できているところなんですが、修士課程は理工学という学位になります。 で、えー、先ほど申し上げた申し上げましたとおり、まあ重立性の、あの、医学物理というキーバンドがあるんですが、えー、それが分かりやすいので、えー、それを例として、生命科学や理工学の、あの、教育や研究を全般的にやると。えー、このような、えっ、ー、と、お教育体制になっております。で、えー、まあちょっと、あの、これ分かりやすいんですけど実はですね、あの、医学物理って勉強すると、医学物理士っていう、あの、おまああの、認定が、 もらいますで医学物理士っていうのはどういうものかといいますと、あの物理を使ってです、ね、医療の分野に応用するあの職業ということになっています。で、えーまあ、放射線治療の分野、これはあの放射線治療における装置開発だとか、品質管理だとか、えー、放射線診断の、まあ、画像診断装置の,あの画質の向上とか、管理だとか、それから、えー、と核医学分野の,その装置の開発だとか、管理だとか、まあ、そんなようなことになりますで。これ見てわかると思うんですが、装置の開発っていうのがあるわけですね。 でこの開発というのは、いや、これ、医学の専門家だけはちょっと無理ということで、えー、まあ、皆さんのような、あの、工学の専門家の人もぜひやっていただく、あの、参、勉強していただきたいということで、えー、まあ、できているというような、えっ、ー、と、あの、まあ、えー、職業と言いますか、認定ですということになります。よろしいでしょうか。 で、まあ、こんなような、あの、例えばですね、えー、の教育を受けると、こういった、あの、医学物理士というものも認定がしてもらえるということにはなります。で、えー、じゃあ、あの、どういうものを勉強するか、もう少し具体的に申し上げますと、あの、先ほどもしましたより、あの、医理工学ということなので、まず、工学の専門です。えー、実は、あの、生物科学だとか、電気電子工学とか、生命科学とか、情報科学とか、これ非常に広い分野の、工学の勉強と、それから同時に生命科学、 ですね、放射線生物学とか、まあ、医学物理、重力生理工学だとか、あとちょっとの医学のことも勉強するということになります。で、こういう非常にこうたくさんの分野の勉強をすることになります。で、実はですね、先ほどの医学物理士を認定するためには、かなりこれ、全部勉強しなきゃいけないと。 いうことがありますで頑張って勉強すると、まあ、医学物理士のお、まあ、認定、まあ、受験資格なんですけども、得ることができます。でただし、まああの、でも自分実は好きなところがあるので、その好きなところを中心に勉強したいというやり方もあります。でその場合には、離あの勉強を中心にやって、もう少しその生命科学とかあの医学のほうをちょこちょこっと勉強したい、そういう勉強の仕方もできます。いずれにしても、そういう勉強の仕方をしていくこをしていくことによって、 会社にも就職できる、あるいはですね、まあ、あの大学の研究機関だとか、まあ、医学物理士ですね、まあ、医学物理士の,の、えー、と勉強まですれば、あの物理士もなりますし、医療機関に行くこともできると、えー、そのようなあの教育体制になっています。で、えーまあ、これ、新しい大学院ですから、就職なんかどうするのかねっていう話なんですけども、一応、ですね、皆さんは理工学部の学生ですから、理工学部とそれからにと協力して、就職はやっていくと。 いいう,うに考えていますまたは、医学系の方からもです、ね、なんかいろいろ求人があるので、医学系の求人も紹介することができるということになっています。で今です、ね、この上に新しい博士課程も現在構想中ということでございます。じゃあ、具体的にどんな勉強するのもうちょっと詳しく言います。1、えー、つは、情報の部分ですね、えー、Python だとかあの画像処理だとか、そういったもの、それからです、ね、英語のプレゼン。 ていうもの。それからあとですね、さっき言いましたレギュラーというサイエンス。この3つの科目。これは実はですね、あの必修と言させていただきたいと思います。やはりあのデータサイエンスだとか、これから必要なあのスキルですし、英語のプレゼンはこれも絶対必要ですし、あと一番重要なのはそのレギュラーというサイエンスという考え方ですね。これを勉強してもらうことになります。からもう一つは、えー、と重粒子線治療ってどういうもの、まあ、あの非常に大雑把な話なんですけど、あのそういう科目も これ必修とさせていただきたいと思っております。あまあ、皆さんあのもしかしたら、重粒線治療の医学と物理特論というのをあの、えー、こちら開講してるんですけども、それ取ってる人もいるかもしれませんが、その科目のことです。はい、あともう一つですね、実は医学で一番重要だと言われているのは倫理系、倫理です。え倫理系の科目も必修と取っていただくことにしたいと思います。ただしですね、これ e ラーニングになってますので、気流キャンパスでも取れます。あとは医学物理だとか、重粒線だとか、生命科学とか、理工学。これ辺はですね、 一応、科目は準備しているんですけれども、まあ、どれかせめて1個ぐらいずつは取ってほしいんですがえ、特に自分の好きなところを中心に取ることもできるというふうに選択になっております。えさらに言うならば、えーとおまあ、これ実はですね、研究室は桐生キャンパスとあの、それから昭和キャンパス、両方あるんですが、桐生キャンパスにいても卒業できますしあの、昭和キャンパスにいても卒業できるような、えー、授業の構成になっているということをご了解いただけ,あのごいただければと思いますで。学位は理工学というふうになっています。 で、えー、じゃあ一体どんな先生がいますかってことなんですけども、実はですね、昭和キャンパスには重視の研究室がありまして、まあ、医学系研究科ですね、医学系研究科の先生がいます。で、同時にですね、気、え、流、ー、キ,キャンパスの先生方も言います。で、えっ、ー、とお、まあ、ですので、まあ、キルキャンパスの先生に行きたいっていう場合には、実はですね、理工学部か、この入りレギュラトテルサイエンスか、どっちか選択することができるということ,ことになります。 一方、昭和キャンパスに行きますと、あの結構桐生の方に来るのが大変とかいう話がよくあるんですけど、そういう場合には、実は昭和の方の、ね、授業、結構あの医,学系の医学物理系の授業がありまして、それを取ることも可能ということになります。まあ、あの昭和の研究室に行っても桐生に通って授業を取りたいというふうにすることも可能なので、そういう場合には桐生の,、えっと、の授業を取ることも可能なんですが、まあ、多分あの昭和のキャ,キャンパスに行ったらば、 理工レギュラーーサイエス学科に行くのが一番いいんじゃないかなというふうにあの、実は先輩がいるんですけども、先輩はそう言っていました。で、じゃあ、あのどうやれば入学できるということで、入学試験について説明いたします。入学試験は、あの7月に理工学と同じ,同じ時期に、えー、と推薦入試をやります。か、または。 夏にですね、理工学と大体同じぐらいの時期に筆記試験をやります。これは実は理工学と同じと考えている、同じなんですけども、筆記試験をやります。あるいは9月にですね、映画系研究科の試験があります。これ、どっち受けるかっていうのを選択することができます。例えばなんですけれども、昭和のキャンパスの研究室に行く場合には、推薦入試。 を受けるか、下記の,の入試。まあ多分9月の入試がいいかなと思うんですけども、受けるのがいいかな、まあ、推奨したいというふうに思っております。一方、気流キャンパスのに行く場合には、えー、7月の推薦入試を受けるか、まあ、8月の筆記試験を受けるかというふうに、これはあの8月は非理工学と同時ということです。まあ、はっきり言って、8月のこれはほとんど理工学部そのものという感じなんですけども、まあ、そんなようなイメージだと思っていただければと思います。 えー、最後にもう一回申し上げますけれども、医療理学院のサイス学科に行ったら、就職できるのかな、どうなのかなと、とあるいはいろんな奨学金とかどうなのかなと、とちょっと不安な方もいるかと思うんですが、実はですね、さっきいました入う学ということになりますので、ほとんど理工学とあの連携してやらなきゃいけないということになっていまして、まあ、あのほとんど就職なんかは理工学と一緒だと思っていただければと思います。 さらに言うならば、奨学金とかいろんな手続きも結局理工学部と同じような感じだと思っていただければと思います。じゃあ違いって何ということなんですが、この完全にですね、授業と研究だけだと思ってください。えー、気象や気流キャンパスで、理工学の授業を学べる、あ,あるいはその、理工学の研究がしたいと思う方は、ぜひ理工レギュラトリーサイエンス学科に来ていただければと。で基本的にはですから、あの理工学部と同じです。あの、何を勉強したいか、何を研究したいかで選んでいただければと思っております。 え以上です。何、えー、か質問がございましたら、桜山でお寄せください。以上です。ありがとうございました。あそれでは始めさせていただきます。えーっと 次世代群馬創発的博士人材インダクションプログラム。これはですね、略して NEXTGIP というものになっているんですけど、それのご紹介になります。えっと、はじめに、この事業はですね、JST からの支援を受けて行われております。で、さて、中身なんですけれども、まず、本学、群馬大学の第4期中期目標、中期計画ということで、令和4年度から令和9年度における博士人材の育成像というものが、まあ、 すでに決められておりまして、それに関してはいろいろ書いてあるんですけれども、まあ、アカデミアのみならず、産業界、社会の多様な方面で求められ活躍できる人材を養成するということになっております。まあ、そういったことを受けまして、今回、JST の支援のもとですね、選抜された優秀な博士、家庭学生に対しまして、 えー、研究奨励費、えー、生活費相当額って書いてあるんですけど、まあ、生活費ですね。それと、あと、えー、研究費です、研究室で使う研究費を支援を行います。さらに、えー、カリキュラムというもの、授業を用意しておりますので、それを通して、キャリア開発の機会を提供するというプログラムになっております。で、こちらの内容なんですけれども、まず経済的支援に関しましては、えー、奨励費。 そして、えーまあ、年、えー、198万円、まあ、月16.5万, 16. 万円のお生活費が出ますで。さらに基礎研究費として60万円というのをお年間、えーはいえー、配分いたします。さらにですね、えーまあ後で説明するんですけれども、リトリート。 あとはファースト QE などを行うんですけれども、そういった成績上位者に対して、追加配分として10から30万円の研究費というものを考えております。その他ですね、先ほど松原さんからの、私もありましたように、インターンであったりとか、国内学会、もしくは国際学会とか、海外派遣に行く際に、1回限りになってしまうんですけれども、そういったときのお金の支援ということも考えております。 金額に関しては、JST からの金額次第というところもあるので、ちょっと変更される可能性はあるんですけれども、おおむねこの金額が、えー、博士人材に対して出るというふうにお考えください。で、さらに、えー、先ほど言いました、カリキュラム、えー、開発、カリキュラムに関してなんですキャリア、キャリア開発のためのカリキュラムなんですけれども、それに関してはですね、主にですね、えー アカデミック研究室ではあ、なかなか知ることができないような、えー、社会、えー、企業とかの研究を行う際に必要な多様な価値観とかスキル、えー、いわゆるトランスファラブルスキルというものがあるんですけれども、そういったものを知る機会、 っててていうのをを提供すすることを考えて構成しております、えー、詳しくはあホームページがありますのでそちらの方を確認していただきたいんですけれどもこういったあ、まあ、指導教員のほかに、えー、他の学部の先生を対象、えー、メンタリングの先生がついていただいたりですねこちらの2つはあ、まあえー、海外派遣であったりインターンどちらか選んで、えー、受けてもらうもしくはあ学生同士で、えー、学外での ディベートを行う機会、そういったものをやったり、座学中心になるんですけれども、企業系の研究スキルっていうのを知る機会を設けてたりします。また、最近、日本ではですね、企業、スタートアップに関しての支援が厚いですので、それに関連して、このプログラムにおいても、もし希望者がいれば、スタートアップの支援等も考えております。 まあやることのプログラムの内容と関しましては、えー、こういった形で考えておりまして、えー、通常、あ理工学府の皆さんですと、えー、博士課程に入って3年間あるわけなんですけれども、最初の1年間、えー、は、えー、このように座学を中心のものを受けて,おわ受けてもらい、その後、えー、ファースト QE という感じで成果を発表してもらいます。さらに、 後ろの2年間を応用過程としまして、まあ、国際、海外派遣とか、まあ、学会に行ったついでにいろいろ先生、他の周りのお話を聞いてきたりですね、あとは企業の方に出向いてインターン、もしくは学内でその企業の課題を解決するような PBL、そういったものを行うということ、さらに先ほど言いましたように、学外で行う学生同士の ディベートみたいなものを参加していただくというところになっています。まあ、通常の博士論文研究をつな、えー、していただきながら、このプログラムを受けていただきますので、えー、少しちょっと大変になるかもしれないんですけれども、まあ、バイトに割く時間をキャリア開発のための時間に当てていただくというふうに考えていただいて、なおかつ生活費相当も支援させていただくという内容だと思っていただければと思います。 でえー、まだあの学部3年生、4年生の方も多いと思うんですけれども、えー、例年、えー、これから始めるところではあるんですけれども、えー、審査、2冠選抜試験というのを行っているんですけれども、それに関してはまだまだ未定なところもある,あるんですけれども、まあ、来年に関しては、 前期で7、8月に10名程度、さらに後期で2から3月に行うもので5名程度というものを続けていきたいと思っておりますので、もし、えー、博士課程に進学等も考えながら、その収支等に進むことを考えたときに、もしあの、お金の、先ほどいろいろお金の面での不安というのがいろいろ出てきておりましたけれども、そういった理由でもし諦めなくてはいけないというような場合はですね、 こういったところも選択肢として考えていただければと思っています。はいえー さらにあ、あすみません、言い忘れていたんですけど、留学生もこれ応募可能なんですけれども、先ほど元島先生の HRCC との共同で行っている授業の関係もありまして、日本語レベル、N2 レベルというものを求めさせていただいております。過去、いつも例年ポスターをだあの募集のときには出しておりまして、そのときには必ずまあ紙飛行機を載せるようなことをしておりますので、今度紙飛行機が載っているようなポスターがあったらですね、ちょっと 見てててていいいいいたただだ進路について考えていただければと思います、はいえー、とすごい短くなってしまうんですけど、詳細はまあホームページでご確認いただくために、まあこうえー、QR コードを用意しましたので、今のうちこう取っていただいてですね、えー、お考えいただければと思います。最後に、えー、我々から言えることは繰り返しになりますけれども、まあ、経済的な理由で博士課程の進学を 諦めないでくださいというところです。やる気の学生を求めております。よろしくお願いします。短くなりましたけど、えー、これで終わりにいたします。ありがとうございました。えっと。 あの、えー、群馬大学とジリーキン大学、これ、オーストラリアの大学なんですけども、あの、その2つの大学の連携に基づいた、えー、修士の英語コースと博士の、えー、ダブルディグリープログラムについて、えー、ご紹介させていただきます。あの、ちなみにこのプログラムはいずれも、あの、 開祖、えー、前の名前で言うと社会基盤防災コース、開祖後ですと土木環境プログラムということになりますが、まあ、いわゆるその土木環境系の、えー、専門の学生に対してのお話ということで、あのちょっと他の分野の方々にはあの、えー、ちょっと関係はない話になってしまいますが、ちょっとお付き合いいただければと思います。で、あの今日ちょっと日本語がわか,からない方が参加されているかどうか、私のほうでは把握してないんですけども、あ My talk is about the master's English course and doctoral dual degree program based on the collaboration between Deakin University in Australia and Guma University, um, which are the programs only limited to the students studying in our civil and environmental engineering course now. Uh, unfortunately, this is not relevant for students in other measures. I'm afraid, but my explanation today will be in Japanese only. Uh, however, um,

ディ、えー、キン大学、これはオーストラリアの大学との教育連携の概要についてお話をした後ディキン大学っていうのはどこにあるかっていうこと、それから博士の WD グリープログラム、それから修士の英語コースっていうのはそれぞれどんなものなのか、でこれらの,その魅力は一体どんなところにあるのかとか、そのあたりを中心にお話をさせていただければと思います。で最後にその申請するための条件とか申請方法についてのお話もさせていただきます。 であのまあ、土木環境プログラムを中心として、オーストラリアのディキン大学との教育連携、どんなことが今始まっているのかということを簡単にご紹介させていただきますと、あのこれ、あれですね、右上の,あの群馬大学のロゴの隣にあるのがディキン大学のロゴですけれども、えー、まあディキン大学とは、えー 今回お話をする博士課程の、えー、いわゆるダブルディグリーのプログラムと、えー、修士課程を英語だけで卒業できるプログラム、これをあの連携しながら進めているというところです。で今日はこの2つのつ話をさせていただくんですが そのダブルディグリーというのは、文字通り学位が2つ、これは群馬大学とディーキン大学の両方から収容時に、それぞれの大学からの学位として出るという、そういうことです。ですので、学籍としては両方の大学に所属する学生身分を持つということと、あと両方の大学だから2つ分の,その授業料を払わなきゃいけないということ、これは大変ですので。 あのまあ、相互の大学の相手方の授業料についてはまあ免除するということで進めていくというのが、ダブルディグリープログラムのポイントです。で、入学定員としては一応3人ぐらいを考えているということです。で、修士の英語だけでその取得できる学位プログラム、これはあの修士号だけですけれども、こちらはダブルというわけではなくて、これは群馬大学の学籍だけの話ですけれども、まあ、これも3名くらいの定員で今考えております。 でこれ願わくばです、ね、英語だけで修士を卒業する、まあそのえー、場合によっては日本語が非常に苦手な学生、留学生なんかを含めてです、ね、そういった学生も、えー、そのまま修士を取った後その WDG の博士プログラムのほうに入っていっていただけるかなということを少し期待しながらこんなプログラムを敷いているというのはちょっと頭に置いていただければと思います。えー、これがその連携の全体概要ですけれども。 あのまあえー、一口にその博士3年間、W ディグリー、その相互の大学で学位を取るといっても、ちょっとイメージが湧かないかもしれませんが、基本的には、えー、その英語だけでお互いに完結するような形でプログラムが組まれているというのが大事なポイントですこれはあの,修士の英語コースも同様です。 でえー、これはあの、えー、どちらのところもそうですけれども、えー、自分がいる大学とあのその向こうの、この場合ですと、ディヒキン大学のほうに行って、在学研究もやると、エゴコースの場合には、研究数留学、先方の大学で3ヶ月以内という、比較的短い期間ですけれども、WD グリーのほうは、もうちょっと長めな、えー、それ以上1年以内という形の向こうでの研究というのを交えた形の3年間を過ごしていただくと。 であの共同で先方の大学とこちらの大学のえそれぞれの指導教員が指導する形で最終的に学位を出すというのが、ダブルディグリープログラムということです。あのまあ、群馬大学には QE というシステムがありませんけれども、地域大学のほうで必要としている、いろいろあの途中のところでやる、あのクオリフケーションみたいなところはです、ね、向こうのルールにのっとってやりますしで、最終的に双方の論文審査もあの双方にでやるという形になっています。 でまあ、その先立つ形で、えー、修士の英語だけで卒業できるコースを、まあ、置いてきた学生でしたら、まあ、お互いにこういうふうにあの交流もできてますので、より入りやすいかもしれませんが、特にあの別に英語コースを出たいる学生以外もです、ね、通常のその博士課程の学生として、ぽ、え、ん、ー、とこ,うあのこのデュアルディグリーの,あのプログラムに入ってくることももちろん可能ですので、えーまあ、ぜひあの積極的に、えー、トライしてみてほしいというところです。 であの双方の大学の間でやる教育連携ですので、合同協議会のようなものを立ち上げていて、まあ、お互いのところで相互がないようにやっていくという形で、今、体制が作られているというところです。でまあ、目的としては、1プログラム、あの1大学では提供できないところまで広く相互の大学で保管し合うことで、お互いの強みを生かせるようなことが展開できるというのが1点と。 あと人材としても国際的に通用する人材を育成するのにやっぱり近道だろうということで、そこを一つの特色にしてやっているということです。まあ、あの土木環境プログラム、まあ、あの就職先、あの卒業後、いろんなところで活躍するわけですけれども、えー、まあ世界で活躍できるあのいろんなその関係業界のエンジニアにの学っていくということを想定した形で、まあ、このプログラムの先行きを今、目指しているというところです。 まず、そのリーキ大学についてのその外略について簡単にご紹介しますと、これはオーストラリアの南東部にあるあ、ビクトリア州という、一番南東の先っちょですね。 え、にある、あの、まあ、メルボルンという都市は、あの、非常に有名な都市で、皆さんもご存知かもしれませんが、えっと、メルボルンがそのビクトリア州の州都ですけれども、まあ、そこから大体、えっと、車で1時間ぐらいのところにある、まあ、ジロンという、あの、町にあるのがディーキン大学ということです。あの、メルボルンの中に別のキャンパスもあったりはしますけど、本部キャンパスは、えー、あの、ジロンの方にあるということですね。ですから、皆さんは基本的には、えー、ジロンの方で、あの、勉強するということになります。まあ、あの、 東京があって気流があるというシチュエーションと、まあ、ある意味非常に似たような感じかもしれませんがあの、まあ、かなりあの世界的にもあの、えー、頑張っている大学ということで、えーあのまあ、ザクバランに言うと群馬大学のいろんなその実験設備なんかと比較しても全く遜色ないというより非常に羨ましい施設もまあ一部持っているようなそんなあの大学であるというふうに言えるかと思います。 えとこれがその、えー、とジローの街、これはの海に面した本当にきれいな砂浜がある、そういったところですけども、あのその空中から見たような絵です。で、あのこれがディキン大学のキャンパスの一つですけども、あの非常にモダンなンあの建物の中にいろんな研究施設が展開されているということですね。あのこれはあのゼミとか演習をやるような部屋です。 えーとまあ、実験施設みたいな、これはコンクリートの,あの部材をこうあの破壊する実験をやったあの状況かもしれません、あの大きな鉄骨の,あの実験、あるいはその他、えー、これ、オーストラリアの山火事が非常に多いので、そういうあの山林の山火事の影響を土の側から見てある研究とか、まあ、あるいはその酸性しながらいろんなことを膨白するとか、動、ま、物、あ、防災に関係する研究をいろいろやられているということです。で、えっと、その博士のダブルディグリプログラム。 あのまあえー、要するに2つの学位を最終的に取れるということで、群馬大学の理工学の博士と、あの先方のいわゆる PhD の両方がま取れるということになります。で、学生はあの双方に所属をすると、で両方の学籍を持つというのは、いわゆるコチテル型といいますけどこういったタイプのプログラムがこのダブルディグリープログラムということになります。 まあ現在で社会基盤防災コースであるいはその道具環境プログラムのコースの学生に特化したということですけれども、そんなプログラムは今走っているということです。 あのモデルプランとしては、通常に群馬大学で入学試験を受けた後ディーキン大学でも同様の試験を受けて、双方の大学に在籍しながら、メインで群馬に入った学生は、群馬大学で1年目を過ごして、種々の科目を取得した後え2年目でディ e k i 大学で在学研究をこなしつつ、もう1回3年目でこちらに戻ってきて、最終的に3年間を通じてやり遂げた内容で、双方の審査会をパスして、学予想法から授与される。 こういういいなな流れになっていま,すであのまあ皆さんご存じのように通常の,あの取得しなきゃいけない単位も、まあ、カバーするようになっていまして、えー、以上がその、えー、ダブルディグリープログラムで修士の英語コースもあの同じようにですね、えーあのまあ、先方の,あのプログラムとの単位互換の制度なんかを利用しながら英語の科目だけを取ることで群馬大学の要件も満たすような形で最終的に英語だけで卒業できるようなプログラムを敷いてるというところです。 まあ詳しくは資料の方を見ていただければと思います、まあ、あのこういった連携の一つの魅力というのは英語だけで専門知識身につけられるということだけではなくて海外の研究室とかいろいろ視野の広いところであの若い力をこういうふうにチャレンジしてみるということ、まあ、非常にいろんな研究を詰めるというところが大きいところかなと思います。 まあ先ほどもいろいろ話題になってますけれども、いろんな奨学金とか、いろんな制度も、経済的に支援する制度も充実してますので、そのあたりはあ,のあまり心配しすぎる必要はないかなと思います。申請方法、応募方法については、 あの詳しくいろんな資料を見ていただければその通りですけれども2025年度の入学については博士の WD グリーはこちらに書いてあるような学生が対象で2025年度については10月の中元中頃に募集説明会を開催します修士の英語コースについてもまあ同様にこんなふうに開催をするということです まあ詳しくはですね、なんかそれぞれえ担当するあの先生方のまあアドバイスを頂きながら、私のほうが窓口となってますので、何かご質問がありましたら、遠慮なく和解のほうに尋ねていただくか、あるいはその国際センターの大内先生のほうにあのお尋ねいただければ、詳しい話をさせていただけるかと思います。新しくインスタグラムがこれ関連のところでこう出てるので、もしよかったら画面をパシャッと取ってですね、こちらにアクセスしていただければと思います。以上です。ありがとうございました。 医学系研究科の生命科学専攻の南島と申します。よろしくお願いします。あの簡単にご説明させていただきます。えっとですね、あの生命科学という専攻なんですけれども、まあ、要は研究対象が生命になるだけであの普通のサイエンスです。であの、人だったり動物だったりですね、酵母だったり細菌だったり、また研究内容もここに書いてますけれども、細胞だったり臓器だったり個体だったり、もっと言うとその群馬県ではとか日本ではとか、そういうポピュレーションレベルの研究もします。 遺伝子というか、遺伝子も DNA、RNA、タンパクって作られていきますけど、それとか代謝産物とかですね、そういうのな研究対象になります。また、そのデータの解析、あのバイオインフォマティシャンとかでいってですねその、細胞使ったりはしないけど、データは使えるっていう、そういうスペシャリストたちもあのいますで、まあ。生物学、科学、医学、情報学の学際的学問領域ともらっ思っていただければいいと思います。 で今やってなくても生物学、科学、医学、情報学などに興味がある人だったらあのどなたでも即戦力です。でまた自分が今持っている知識とか技術をですねこの,生命,科学の生命科学の領域で発揮した人を募集してます。えー、あまり不謹慎な表現ですがあの人の知らない秘密をですね自分だけ知ってしまった時の背徳の感に似た 感覚を喜びに変えられる人などは、非常にウェルカムな研究領域だと思います。また、あの自分以外の他の人にもできることは他の人にやってもらえばいいかなと思います。で、研究者科学者でありたいのであれば、やはり大学院に進学すべきだと思いますし、先ほど最初の武田先生とか、あと松原さんも言ってました。けれども、まあの博士号。 論文は名刺です。名刺を持たないものがビジネスを世界で相手にされるはずがないので、やはりあの大学院への進学はお勧めしたいと思っています。で、あのアドミッションポリシーとかはです、ね、あのホームページに書いてありますので、まあ、読んでいただくとして、実際、そのまあ、いろんな領域の高度専門説職業人やですね研究者を志す人ってことになっています。またこの ええと、いろんなところ、意欲のある人と、意欲のある人っていうことで、今できてるどうのこうのではなく、意欲がある人であれば、あれ全然ウェルカムですが、ただ、あの、えー、入学試験にちょっと英語のあれがありますので、英語能力はですね、しっかり身につけてくださいっていうとこだけお願いしたいと思います。でうちの研究科に入ると、どういうこと、どういう,う,う今後、 あの進路があるかっていうのを書いてますけれども、あの理工学部の皆さんがですね、学生さんが、うちの研究が入るとですね、まあ、あのそのまま終始終わったっ、えー、と、ここに書いてるような研究機関、教育機関とかですね、行政、製薬会社で働く人もいます。またあの博士カテロンに進学して 博士課でとって、その後博士研究員という、いわゆるポスドクですね、そういうところで武者修行して、あの教員になったりとかで、やっぱり企業とかに就職する人、行政に就職する人もいます。また、あの趣旨取った後ですね、まあ、博士取った後でもいいんですけれども、あの医学部の編入入試で,です、ね、医師を目指して入ってくる器物も,もいます。 という感じであのいろいろ進路はあのバラエティに富みますので、まあ、困ることはなかろうかと思いますで。先ほど桜井先生もお話しされましたけれどもあの生命科学専攻の定員を使ってですね重粒子系の研究をする理工・レギュラー・トリ・サイエンス学科とかあとパブリック・レース学科これはちょっと後でお話しますがというのもできたりしてます。であの出願資格はいろいろ書いてますけどあのこれを聞いてらっしゃる理工学部卒業見込みの方は全員資格がございます。 であの選抜はです、ね、あの英語の試験だけ、あと面接だけなんですが、あの外部試験、TOEIC は一 p テストとかを使うので、うん、使います。当日受けることができます。また、事前に受けたスコアを提出しても OK です。でもうすぐ来週あたりに、正式にあの願書とかです受付の時期とかは公開する予定ですが、だいたいまあ7月の終わりぐらいに願書、締め切りになるかと思います、8月上旬ぐらいに締め切りになると思います。 で、試験の日あの、これもまだ予定ですけど、一応9月8日日曜日に、あの現地で昭和地区ですけど、受ける o e IP ですとかと面接。で、事前に TOEIC とかの試験を受けてる人は、それを提出しても OK です。で、発表はだい大体例年9月ぐらいです。で、あの、終の修了要件としてはですね、あの、博士課程と違って、学術生の論文、 投稿あるいはは掲載は必須としませんただ、あの収支論文は収論は作ってもらわれてはいけませんし、それをですね3名の審査員の審査を受けて、で修正、要求が出たら修正して、また再審査っていうのを繰り返して、最終的に突破していただくというで、収支を取っていただくことになります。また、先ほどのパブリックエース学館でちょっとお話しまし,たあのしましたけれども、まあ、コロナの時にですね公衆衛生っていうものが、 皆の興味を持つ皆が知ることになったあの研究領域になるかと思うんですが、まあ、それの専門家を育てるマスター・オブ・パブリック・ヘルスという学位を取,らあの取ることができる研究家です、まあ、一時なぜ私が説明しているかというとあの保健学研究家と我々医学研究家で2つの,学あの研究家で合同で作っているまたがって作っている学館なので、えー、私が代わりに今日説明しております 先ほど桜井先生がお話しされたのはあの医学研究科と理工学部で作ったあの理工の学科だし、この後井上先生がしゃべれるのはあのこ今申請中で4月に開設予定の職権効果研究科というのもあります。で、そのパブリケース学科のです、まあ、要は公衆衛生の専門家を育てるで、どういうこと、どういうとこ WHO とかですね、PMDH、医薬品の診察するところだったりとか、企業でも大学でも。 製薬会社とかですね、保険屋さんなん何何でもいろいろあります、これも、pH という資格を持っているとなかなか重宝されます。で、あの場所がですね、昭和キャンパスにあります、前橋とか中央前橋駅からまあ北に向かったところですね、だいたいバスで15分ぐらい、歩くと35分ぐらいかかりますが、あのキャンパスの中に全部完結してますので、まあ、不便を感じることはなかろうかと思います。 で、あの、最後に、えっと、お願いというかお伝えしたことがございましてですね、何枚か持ってきましたけれども、あの、先ほど言いましたように、修論だけじゃなくて、その審査を通らないといけないですね、学位を取るには。で、その学位審査って、あの、英語だとですね、あの、ディセスディフェンスとかですね、ディザーテーションディフェンスって言って、学位っていうのはディフェンスして手にするものなんですね。あの、転がってくる、もらうものではなくて、自分で戦って手にするものです。なので、あの、なんでしょう、あの、 審査のときにですね、審査員から結構きついツッコミが来ますけれども、全部跳ね返してディフェンスして勝ち取るっていうのが学位です。で、武器こ、こ,ここでは刀を持ってますけれども、皆さんの武器としてはですね、データとかエビデンスとかロジック、ラシュナレ,レシーショかスキル、いろいろこういうので守ってディフェンスしきってテニスするっていうのを取っていただきたいと思ってます。で、またあの実験だけでしてればいいのか。 っていうんですけれども、いやそうではなくてですね、やっぱ科学,と科学というからには、自分の研究成果を第三者に説明して理解してもらわないかんので、説明が下手ということは分かっとらんということで、研究者、科学者として見なされないということがあります。なのであの、プレゼンが下手だからっていう理由で、あいつできないよねって、自らを過小評価させてはいけません、非常にもったいないです。まあ、そこら辺あのうちの専攻でみっちり鍛えられます。 また先ほど英語力の話もされ出てきましたけれども、実験だけしてればいいのか、まあ、やっぱり英語もです、ね、大事で、あのもう皆さんの能力は純粋に、皆さんの科学的能力で評価されるべきで、あ,のあいつ英語しゃべれんけん仕事できんよねっていうような、あの英語できんからっていうんで、自分の能力が過小評価されるっていうことほど愚かでもったいないことはないと思います。 まあいずれですね、AI がもっともっと進歩して、喋ってる間に自動翻訳機みたいな、そんな、が出てくると思うんですけれども、それ、皆さんのキャリアを決める時期よりもうちょっと先だと思うんですね。なので、英語なんかいらねえやって言ってる、言えるのはもうちょっと先の時代だと思います。なので、英語をバカンしてる、必ず英語で損しますので、の今のうちからきっちり鍛えてください。別に小説なんか読めなくてもどうでもよくてですね、英語とか音楽とかで結構楽しみながら学習できます。 であの生命学専攻は海外からの留学生も多いので、いやおがなしに英語でのコミュニケーションが必要になりますしあの、教員も英語でしゃべりますので、まあ、普通にやってればみっちり鍛えられます。ということで、あのご清聴ありがとうございました。皆さんの医学系研究会の進学を心待ちにしております。私のううからは以上ですどうもありがとうございました、はい えっとですね。食品工学の井上です。よろしくお願いいたします。えー、じゃあ最後にですね、食品工学研究科について説明させていただきたいと思います。あの現在ですねあの、今、理工学部の大学院説明会なんですけど、先ほど一番最初に武田先生から、今,あの今年度、えーと、来年度から大,大学院の理工の開祖があるということで、それぞれ今の 学部のプログラムがそのままの名前でその大学院の組織ができるわけなんですけど、理工学部の中に。食品工学プログラムの学生さんに関してのみ、ですね、えーとまあ、理工で今回は大学院の試験に関しては理工で受けてもらうんですけど、まあ、来年の食品、ね、工科学研究科っていうのが設置可能であればあの、この新しい研究科っていうのに移行することがありますという話を。 えしたいいと思いますで今回です、ね、まあ、設置要請の食健康科学研究科なんですけど、これどういう分野かと言いますと、ここに分野が書いてますが、医科学、保健学、食品科学、食品生産工学、環境科学を基盤とする学問領域、まあ、食品工学にあの在籍している学生さんにとっては、食品科学、 食品生産工学、あとは環境科学っていうのは食品工学プログラムをいわゆるやっている分野ありますね。で、それに今回は食品工学に関しましては、医科学と保健学というのがプラスされて、食と健康に関するエビデンスを探求することによって、まあえー、食を加藤した健康社会の実績、健康社会の実績っていうのと、あとはエビデンスベースとした高付加価値かつ低炭素、低炭素な 食およびその生産システムを創出するような学問のことを食健康科学というふうに言います。で実際にはです、ね、あの食健康科学研究科になりますと、今回、修士課程で募集人員は40名の予定ですで。学位がです、ねえー、と理工ではなく食健康科学というあの修士の学位になります。 ここに書いてあるところです、ね、先ほど重複する部分もあるんですけど、医科学、保険学、食品科学、食品生産工学、環境科学に関する専門性を基盤に、食品工学ですね、この辺は今、食品工学の学生さんが勉強している部分、これに健康科学をプラスして、これらの分野を分野横断的に高度専門知識を身につけるというふうな研究家になっております。 まあここが先ほど言ったあの基盤となる学問ですね。えー、この3つですね、食品科学、食品生産工学、環境科学に関しては食品工学でやっているんですけど、これに医科学とまあ保健学っていうのが加わって、食健康科学の研究家点を作って、まあ、健康寿命の延伸とか、あとは生産流通環境のまあ環境問題のことですね。あとはまあ群馬県のまあ活性化のための、まあ まあ食物のまあ高負荷価値化ですよね、まあ、こういうういいいのを目指していくとなううな研究家になりますでこれはあのホームページにも載っているんですけど、予告です、食健康科学研究科の設置計画。で、皆さんに気をつけてもらいたいのは、今まだ設置計画段階です。この赤文字に書いてますけど、2025年4月なので、来年度ですね、ちょうど来年度設置を計画予定です。 で今、現段階は文科省へ設置申請をしており、まあ、その、えー、と返答を待っている段階になります。でこれに伴ってです、ね、えー、とこの食品工科学研究科の設置に伴って、えー、と例えばです、ね、理工学部理工学部の教員に関しましたら現在、食品工学プログラムに えといる先生方いますよね先生方は全員食健康科学研究科に移行します。で、プラスして医学系研究科あとは保健学研究科の一部の教員が食健康科学研究科に、えー、移行するということになっております。じゃ実際にですね、じゃあ入学を希望される学,さん学生さんへですね、えー、じゃあ入学資金はどうなんだということで、 まあ今回は言えるところまで皆さん方に言いたいと思います。で、2025年の入学者選抜ですね。予定が2025年4月、まあ、来年度4月なので、えー、受験ですね、もしもこれがですね、研究家が認められた場合には、今年度中に入試を行います。食健康科学研究科の入試を行す、まあ、理工の入試があって、さらに食健康科学の入試がある。 いうふうに理解してください。で、実際にはですね、文科省の審議結果っていうのが、まあ、今年の8月末ぐらいに確定します。で、それから実際に、それ以降に入試をするように計画をしています。で、実際には、入試は11月から12月ぐらいに実施をする予定です。でですね、食品工科学研究科に入学をもしも希望する場合には、条件がありまして、まず一つは、 理工学部の、えー、博士修士課程、前期課程、まあ、修士課程ですね。これの食品工学プログラムの、えー、受験をして、している。えー、そして、えーと、合格しているというふうな条件。あとは先ほど南島先生から医学系研究科の生命科学の話があったんですけど、まあ、これ書いてるっていうのは、まあ、ここにですね、えーとえーとえーと、食センターの先生方がここに 在籍しているのがありますので、えー、と生命医科学というのは、全ての先生、何ていうのかな、食品食センターの先生以外のところに行った場合には、これが該当しないということになります。で、まあ、理工とか、今の生命理工の修士課程の入学試験を受験し、食健康科学研究科の設置が認められた場合には、再度、 食健康科学科の入学試験を受験することができます。で、なおですね、この、これらのような研究科に合格している場合は検討、検定料は免除すると。免除を取っですで。じゃあ、文科省でこれが認可されなかった場合どうなのかと言いますと、これですね、不認可の場合は、えー、以降の、えー、修士収支科ですね、まあ、食品工学プログラム、もしくはま生命科学、 のにに入学することになりますじゃあ,あのパターンはちょっと2つ用意してきたんですけど、まあ、理工のです、ね、修士の食品工学プログラム、または、えー、医学系の生命医科学の専攻に入学,入学試験に合格している場合、まあ、これが推薦とあとは夏季の一般入試どちらの場合ですので、この場合には食品工科学科の入学試験というのは面接の予定です。 違うパターンもあるので、例えばですね食品工学プログラム以外のプログラムに合格している場合で、食品工科学に行きたいとかっていう場合、もしくは食品工学プログラムの、まあ、受験はしたんだけど、まあ、不合格の場合っていう場合には、入学試験というものの口頭諮問の予定です。ただし、あのここは結構大事なところで、入学を希望する場合には、特にですね、 食品工学プログラム以外のプログラムに合格しているとか、あのまあ、不合格の場合も含めてですね、その場合には、えー、入学を希望する前にですね、まあ、願書を出す前に必ずですね、食品工学研究科に移行する教員に、まあ、移りたい旨を事前に相談してください。これは必須のことになります。で今書いたことですね、この2つのことに関しては、試験内容予定です。あくまで予定なので、 変更になる可能性があります。で今言ったですね、食健康科学研究科に移行する教員っていうのは、まあ、このページと次のページにあるんですけど、まあ、あの、理工の学生さんにとったらですね、まあ、食品工学に今いる教員は全員なので、えー、ここには食,食品工学プログラムの教員は全員入っています。あとは医学系研究科、あとは うん、保健学研究科ですね。あと、食センターの先生。あと、共同教育学部の先生もいらっしゃいます。といった感じなので、まあ、ここを見てですね、えー、と、興味がある、えー、研究内容、あとは先生方がいましたら、まあ、事前にですね、食健康科学研究が設置されてからでも構いません。設置が認められてからでも構いませんので、まあ、教員に連絡して、えー、とください。 それじゃあ、食品工科学研究科の説明は以上になります。ありがとうございました。